はいどうも、たこじです、えー。今日はちょっと、あのー、少し前に、えー、今田浩二さんが、えー、炎上したことについてちょっとね、えー、話したいことがあるので、まあ、あの、言いたいことがあるので、えー、まあ、喋ろうかなと思うんですけど、まあ、どういったことで炎上したかっていうと、えー、宮迫が先日、自分のチャンネルにね、島田信介さんにゲリレ的に電話したというところで、今田浩二さんのその自分の番組で、えー、それはちょっと、その、芸人のやり方、 とししてててやり口ではなないいよねみたいな話をしてて、まあ、実はそれはちゃんとアポを取って、そういった演出でやってるんですよっていうところで、今田孝二さんがちょっと炎上したというところで、俺的にはちょっと、あの、かわいそうだなと。<coughs> ああ今田孝二さんそんなことで炎上しちゃったんだっていうところで、ちょっとかわいそうだなっていうふうに思ってて、あの、まあ、あその今田孝二さんのテレビの中では、まあ、ああの、宮迫がね、まあ、ああの、悪いように、まあ、あ、えー、なってたんだけど、 実際に俺もその宮迫が悪いと思う。うん。で、宮迫はもうずっと吉本に戻りたいって言ってて、で、島田晋介もそれやったら戻った方がええんちゃうかっていうふうな話をしてたんだけど、まあね、あの、本当に吉本に戻りたいんだったら、あの、きっぱりね、YouTube やめて、吉本に謝罪しに行けばいいと思うのよ。<laughs> で、今田小司さんも言ってたけど、まあそういうことがね、わからないような会社じゃないと。 うん、そういった、その,あの、器のちっちゃい会社じゃないから、そういうふうにやればいいのに、あの、なんでまたそのね、えー、吉本のことをまた YouTube で話をするんだっていうところで、あの、もう吉本自体が、宮迫にとって、えー、動画のネタになってると思うのよ。 もう日銭稼ぎ。吉本の話で日銭を稼ぐという風になってて、大崎会長が吉本を辞めてまで、もうネタにするなやって、言っているそばからもう吉本ネタにしてるからね。うん。だから汚いなって、その、思ったのがさ、その後にその、今田孝二さんには攻撃をやめてくださいっていう動画を出してたんだけど、いやー、これはね、あの、 こいつ来たねえなと思ったね。うん。あの、いやいや、お前がややこしくさせてんだよっていう話で。うん。で、先輩炎上させてさ、まあ、もっと先輩になるかな。えー、炎上させて会社にも迷惑かけて。で、自分はそれでもう金を稼ぐってめちゃくちゃ悪いやつでしかないでしょっていう話で。で、ここまでのその流れがね、もしその宮迫がね、もしね、えー、作ったその日銭稼ぎのストー,ストーリーなんじゃないのかなぐらいに勘ぐってしまうぐらい、 まあ、よくできた話だなって、いうふうに、あのー、俺は思いました。で、えー、またね、その、絶対にね、彼は、えー、吉本ネタやると思います。うん。で、はっきり言います。えー、宮迫は、もう芸人なんかじゃありません。うん。全くありません。れっきとしたユーチューバーです。完全にユーチューバーのやり口です。もう多分、戻りたいっていうのも、それネタにずっと吉本のネタとして引っ張るために言ってんじゃないのかなぐらいに、 えーまあ、思いました、うん、でまたあのね、えー、次また、えー、宮迫関連で、えー、吉本の立派な、えー、芸人さんたちが、えー、炎上した時にはまた俺も動画にしますありがとうございました。